お、朝焼けだ。めっちゃ空赤くなってる。綺麗やな。おはようございます。本日は2021年8月28日土曜日でございます。現在はね、北海道のコッペ町に来ております。朝5時でございます。いや、昨日はね、道端のバス停で一夜を明かしたんですけども、思ってた以上に目の前の道路をトラックとかが走ったりしていて、結構音がうるさかったりとかしましたね。あんまり寝れなかったんですけども、大丈夫かなっていう感じでございます。本日の予定なんですけども、至ってシンプル、ひたすらに北を目指します。目標は日本最北端の宗谷岬ということで、多分こっから200キロぐらいあると思うんですけども、頑張っていきたいと思います。ということで、今日も一日よろしくお願いします。すごー、朝ごはん、北海道ミルクの紅茶、シェフ麺玉よおにぎり、道産トマトいっぱいのミートパスタ、朝ごはんを食べたいと思いますよ。めっちゃ朝日まぶしい。エサヌカ線の入り口にやってきました。エサヌカ線っていうのは何かっていうと、あの北海道のオホーツク海にある道で、もうね、見渡す限り直線なんですよ。で、周り何もない北海道のライダーさんとか旅人の中ではめちゃめちゃ有名な道ですね。ちょっと今日天気が悪いんだけどもね、行ってみたいと思います。エサヌカ線到着、イエーイ。いやー、やっと着いた。見てください、これやばくないですか。これちょっと右側見ても、左側見てもさ、もう何もないんすよこれ。本当に道がさーって伸びてて、本当に最高。ここはなんだろう、本当に何もなくて道がまっすぐ伸びてる感じがめちゃめちゃ僕好きで、もう日本でも本当に好きな場所の一つですね、ここは。もうね、ここを通るとき僕いつもあのミスターチルドレンの未来っていう曲を歌うんですよね。もう本当になんかこの場所に合ってる曲だなって思います。生まれたての僕らの前にはただ果てしない未来があって、稚内市に入りました。まみや堂にやってきました。いや、ここのね、ホタテラーメンが美味しいので食べていきたいと思います。風強い。はい、ということで、まみや堂のホタテラーメン食べてきました。いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。スープはね、塩ベースですごくあっさりとしていて、で、ゴロッと入っているホタテにそのホタテの旨味がめちゃめちゃ詰まってるんですよ。で、すごく美味しくてね、日本最北のラーメン屋ということで、ぜひあの稚内に来た際は食べてみてください。で、今日朝からね、5時から起きてずっと走ってきたので、すごい眠たいんですよね。なんでちょっと仮眠を取ります。今ね、お昼の2時ぐらいなんで、まあ1時間ぐらい寝ようかなと思います。ということで、おやすみなさい。あー眠たい。じゃあまた後で。お疲れ様です。1時間くらい寝てました。これからじゃあね、早速宗谷岬に行きますか。ということで、日本の最北端やってきました。
はい、ということでですね、日本の最北端宗谷岬にやってまいりました。最東端の根室とはまた違ってね、こっちはもうまた北の海の荒々しい感じがありますね。流氷館だって、ここはなんか実際に稚内に流れ着いた流氷を展示してあるらしいんだよね。マイナス 13.1 度、寒そう。寒い、やばい、めっちゃ寒いっす、これ。うわー、刺すような寒さ、すげー寒いめっちゃ寒い。アザラシがいますね。これがなんか実際に宗谷岬に冬に流れ着く流氷らしいんだけどね、これがそのまま保存されているみたいですね。やばい、寒すぎてメガネが結露したで、これからですね、宗谷岬の横にあるガソリンスタンドに行ってガソリンを入れたいと思います。ここのガソリンスタンドでガソリンを入れると、なんか日本最北端給油証明書がもらえるんですよね。要は日本で一番北にあるガソリンスタンドなんで、そこでガソリンを入れたよっていう証明書がもらえるらしいです。ということで早速行っていきましょう。給油証明書ください。はい、こんな感じでですね、日本最北端給油証明書をもらいました。あなたは日本最北端の給油所で給油したことを証明いたします。キーホルダーももらいましたよ。安田石油店って書いてある。あー、嬉しい。めちゃめちゃ風が強い。声入ってますか、これ。宗谷丘陵ね、景色めっちゃいいんですけど、めっちゃ風強いっす。よいしょ、白い貝殻の道でございます。白い貝殻の道に到着いたしました。ここはね、なんか道路全体に白い貝殻の破片というか貝殻の粉がね敷き詰められていた道路なんですよ。なんでこれ見てみると、はい、わかりますかね。よく見るとこれコンクリートじゃなくて貝殻なんですよね。こんな感じで、あの白いホタテの貝殻かなが一面に敷き詰められた道路でございます。やばい、本当にこの白い貝殻の道めちゃめちゃ綺麗でね、車でもバイクでも自転車でも走りがいがある道だと思うので、ぜひ来てみてください。やばいね、ここでさウェディングとか撮ったら最高だろうなって思う。はい、そしたらですね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。今日はこれからね、稚内で一泊をして明日は礼文島へ行きます。ということで、ご視聴ありがとうございました。また明日。